はい皆さんこんにちは日本語教育能力検定試験の過去問解説です、えー、令和5年度試験1問題12敬語に関する問題です、えー、問いの2です鈴木さんと田中さんの会話です鈴木田中さんは明日もおいでになりますか田中家別のシンポジウムに参ります山本さんがお話になるので鈴木そうなんですか はい、でこの中のですね1おいでになりますかと2参ります3お話になる4そうなんですかのこの4つの敬語についてですねえっ、ー、と適切なものを選びなさいということですね。でまずあのー、敬語 まあ敬語はね基本的なところなので皆さんご存知だと思うんですけれども、えー、まず尊敬語相手を立てる尊敬語ですねそれから謙譲語こう自分を低める謙譲語、えー、それから丁寧語聞き手に対するあの、えー、敬意を表す丁寧語です。で、えー、丁寧語が一番少ないですね「ですますございます」しかありません「サザエでございます」の「ございます」ですね。 それから、最近できたのが、謙譲語2ってやつですね。謙譲語2、定調語と言われます。それから、美化語っていうんですね。あの、叶姉妹とかですね、デヴィ夫人が使ってそんな、あら、このおビールは美味しそうですわね。とかね。あら、このおおアメリカ製のおパソコンはとても素晴らしいでございますわね。みたいなですね、こういうえ何でもかんでもおとか語をつけちゃうのが美化語ですね。はい。 でえー、と敬語をですね私いつも教えるときにあのー、イメージしてほしいと思ってるのが「えー、と笑っていいとも」ですね「笑っていいとも」なんですね。まあこの動画を見てる人は多分「笑っていいとも」みんな知ってると思うので、えーまあ、説明は省きますけれども「まあ、笑っていいともね」ねもう終わって10年以上経ちますけれどもあのー、まあタモさんがかいますよねタモさん。タモさんとゲスト。 ゲストがいますよね。で、それからオーディエンスがいますよね。で、この、えっ、ー、と、タモさんがいて、ゲスト、これ本人だと思う。自分だと思ってください。自分ね。自分がいて、で、聞き手がいる。で、この関係がですね、敬語を説明するときに非常にわかりやすいんですね。で、例えば、タモさんのことを話すとき、ね、ね、タモさん、正月はどこにいらっしゃったんですかっていう、行くの尊敬語。ね、えー、尊敬語を使ってタモさんを高める。え、それから、 タモさんのためにすること、ね。タモさんのためにすることね。えー、今日は、あのー、タモさんにお土産を持って参りましたの。の参りました。これ、謙譲語ですね。えー、それから、えー、聞き手。聞き手に対する、えー、敬意を表す、えー。今日は、皆さん今日は私、地下鉄で来たんですよ。とかね、えー。朝はパンを食べました。のですます。これは聞き手に対する敬語です。 で、こういうふうに、えっ、ー、と、話し相手。話し相手ですね。話し相手の偉い人を高める尊敬語。えー、話し相手のために自分が何かをするときの謙譲語。で、それから聞き手に対する丁寧語。で、この三つなんですけれども、尊敬語っていうか、敬語のですね、最大の弱点というか欠点というか、この体系的な欠落した部分があるんですけど、 何だと思いますか皆さん敬語の欠点敬語の欠点はですね何かというとですねあのこの本人ゲストの人がね喋っている時にタモさんもこのオーディエンスも両方聞き手になりえるんですよ。分、ね、かりますこの人たちも聞き手聞いてますよね。でタモさんもゲストの話を聞いてますよね。でこの見て分かると思うんですけどこ,ここの聞き手と ね、この、誰、名前も知らない人たちの集団っていう聞き手と、タモさんっていう聞き手は、こう、違いがありますよね。身分、身分的なっていうとあれですけれども、この人の中で、えー、違いがあるじゃないですか。もちろん、タモさんの方が芸能界の大先輩なので、聞き手としてはランクが上なわけですよ。で、ね、えー、こちらのオーディエンスの人たちは、聞き手としてはランクが下なわけですよね。だから、 聞き手としてのタモさんと聞き手としてのオーディエンスっていうのが2種類あるわけですね。でしかもそれがその上の聞き手と下の聞き手っていう分かれてる。で残念ながら日本語のその聞き手に対する敬意の表し方って「ですますございます」のまあ3つしかない定年語しかなくてその定年語はもちろんその上の定年語とか下の定年語がないんですね。つま,つまり上の人に対する定年語とか下の人に対する定年語っていうのがあればいいんですけれども。 ないそうなってしまうそうそなるとですね困るのがあの要は自分この人だけねこの人が単独で勝手にやってることってありますよね。朝起きて歯磨いて飯食って地下鉄に乗って会社に行って働いてみたいなね、えー、夜一人で酒飲んで,で深夜に夜食でラーメン食ってみたいなそのこの人が勝手にやってることってあるじゃないですか。 で、この人が勝手にやってる、勝手にやって自己完結してる行動っていうのは、こいつが勝手にやってるだけなんで、尊敬語も謙譲語もいらないんですよ。当たり前ですよね。尊敬語とか謙譲語って素材敬語っていうくらいですから、あの、相手がいるわけですよ。相手というか一緒にやる人ね。まあ、素材となるべき人がいるわけなんで、必要なんですけれども、この人が一人でやってることは、あの、尊敬語も謙譲語も存在しません。 あるのは何かとというと丁寧語だけなんですね聞き手あ。聞き手に対する丁寧語だけ。つまりこの人がこの人の,そのエピソードトークしますよね。今日ね僕ね朝起きてね8時に起きてねあの朝ごはん食べたんですよでそうしたらね、えー、パンを食べようと思ったらね、うん、賞味期限が切れててね、えー、これ困っちゃいましたよみたいなくそつまんない話をしたとして。で,、えー、でそれは自分が勝手にそのやったことなので。 あの尊敬語も謙譲語もいらないんですが聞き手ははいいるるのでで丁寧語はいるんですねたださっき言ったように丁寧語には一種類しかありませんから上位の丁寧語とか下位の丁寧語というのがないのでだけど聞き手には明確なその上下関係があるわけです上下関係というかこの人の中でのどど何階級みたいなねヒエラルキーみたいなねタモさんは上の聞き手えこの人たちは下の聞き手っていう,こう上下関係がある。 そうすると、この人の心情としては、うーん、ちょっと聞き手に対する敬意を分けたいなと。ね。たの、たもさんに対す、聞き手としてのたもさんに対する敬意と、その、この、この人たちの、無,無名のね、アノニマスな人たちの、あのー、何、敬意を分けたいなって思うのが、まあ、こう、こうなんていうの、人間が感じる、なんか欲求なわけですよ。 で、そこで出たのが、この謙譲語2です。謙譲語2。もうこの問題もどうでもよくなってますけど、謙譲語2なんですよね。謙譲語2。で、謙譲語に定調語って何かというと、今言ったように、その、上位の聞き手ね。上位の聞き手なんて言葉ないんですけれども、上位の聞き手に対する敬語として、 丁寧語はないけれどもどうしたらいいかなって考えた結果出てきたのが謙譲語を使うっていうい作戦なんですよ謙譲語で例えばこの人がねエピソードトークします。昨日ねタモさん僕ねこっちに立ちましょうか、ね、タモさんタモさんね私エピソードトークします昨日ねタモさん僕ね夜食にねラーメンいただいちゃったんですよ美味しくてね <laughs> 朝起きたら1キロ太っちゃいました。 てへみたいな。で、そういう、こう、夜食にラーメンいただきました。っていう子ね。あるじゃないですか。で、この、いただくっていうのは、もらうの謙譲語なので、タモさんに対していただくって言えるのは、タモさんから何かをもらった時だけなんですよ。例えば、タモさんが、おう、お前のために、ちょっとラーメン作ってったぞ。え、どうぞ。あいただきます。これはいいんですね。だけど、 あのタモさんんは別に作ってませんこの人が勝手に作って食べただけなので食食食べべままししたたででででいいいいんんすすね夜食にラーメンその「ですます」の「ます」が入ってますから、えー、つまり聞き手としての「タモさん」に対する敬意、えー、それからオーディエンスたちの敬意オーディエンスに対する敬意としての「ます」が入ってますからそれで十分なんですよ。でも ますだけじゃこれ足りねえんじゃねえかなって思うわけですよね。まあこれ敬意低減の法則って言って。まあ敬語っていうのは使っていくとどん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 すり減っていくので、それだけじゃ不十分なんじゃないか。ましてや目の前にいるのはタモさん。ね。えー、芸能界のもう重鎮のタモさん。ですからもうですますございますだけじゃ足りへんやろうと思うわけですよ。そうした時に別にタモさんに作ってもらったわけじゃない。 だけど、自分が勝手にやって、その謙譲語を使う必要がないんだけど、もう謙譲語を使っちゃおうと。ね。もうこの謙譲語を使うことが、もうタモさんに対する敬意ですよっていうことです。はい。だから、あの、夜食にラーメンいただいたんですよっていうふうに言うんですね。で、こういうふうに、その、自分一人でやっ。 で、えー、この人に何かしてもらったわけではないんだけれども。謙譲語を使う敬語のことを、えー、謙譲語にって言います。とか、丁調語って言います。はい、だから丁調にお話しするための語っていうことですね。よろしいでしょうか。だから、あの、丁重語はですね、えっ、ー、と、あ、謙譲語にはですね、例えばマイルとかがありますね。 例えば、まあ、このエピソードトークでもいいんですけど「ああのー、今年の正月はですね、あのー、ハワイに今年の正月はですねハワイに参りました」みたいな別にハワイにタモさんがいないんですよハワイにタモさんはいません勝手にこの人が勝手にハワイに行って帰ってきただけなんですけれども、あのー、はハワイに行って参りましたみたいなねそのタモさんのために。 行ってきたとかハワイにタモさんの家があるとかねならいいんですけれども、えー、タモさんがいないのに行ってまいるっていうのは本来はあのー、謙譲語を使うべきではないんだけれども聞き手としてのタモさんに対する敬意を表したいからあのー、謙譲語を使うっていうことですね。はいはい、でえっ、ー、とまあ実はですねこういう「謙譲語に」っていうのはまあ定調語っていうのは実はあの あの我々の社会生活の中でたくさんありましてですね「まあ、鈴木と申します」ねあはじめまして私くし鈴木と申しますの「申します」もうこれもねあの謙譲語なんですね。「申す」っていうのは「U」の謙譲語なので誰かに対してこう伝達するってね伝達するっていう行為があって初めて「申す」があるわけですよ。と スパイのあいつがあの敵国の英国でなんか戦争の準備を始めていると申しておりますの申すねだからこう誰かに伝え特定の,その目上の人に対する誰かに対するこの「U」の献上語としての申すなのであの「鈴木と申します」の「申します」はですね必要ないんですね「鈴木と言います」でいいんですけど。だってその 要はその「鈴木と申します」の申すの経緯っていうのは聞き手に対する経緯ですよね何か素材があるわけではないのでだからあの「申しますも」も実は定調語ですはいじゃあ問題解いていきましょう、えー、鈴木さんの、えー「田中さんは明日もおいでになりますか」はいおいでになるでこの「えー、お何なになる」 できたらこれ尊敬語です。尊敬語ですね。で、えっ、ー、と田中さんに対する尊敬語ですね。で、1田中さんを立てる謙譲語って書いてありますから、これ違います。謙譲語ではなくて尊敬語です。 はい、次、田中さんいえ別のシンポジウムに「参ります」はい出ましたこれ「参ります」ですね「参ります」とか「申します」とか「いただきます」が出てきたらこれ「謙譲語2」の可能性が非常に高いです。で「えー、鈴木、えー、2」は鈴木に対する謙譲語。はい話し相手の鈴木さんに対する、えー、と謙譲語2。 そうですねえ。別のシンポジウムに参りますえ。別のシンポジウムに行くんだからあの、鈴木さんはいないので、鈴木さんに対して敬意を表す必要はない。えつまり、謙譲語を使う必要はないんだけれども、使ってるということでえ、鈴木さんに対する謙譲語2、定調語ですね。ということで、はい、2が正解ということになります。はい。えー、山本さんがお話になる。はい。えー、これもですね、お話、えー、あ お,お話になるですねお、えー、お話になる、はい、おにななるるですからこれも尊敬語ですね山本さんに対する尊敬語ですねですから山本を立てる美化語ではありませんはい、えー、4、えー、そうなんですかはいですますございますはですね丁寧語ですね、えー、4は山本に対する丁寧語、えー、と鈴木さんの話し相手は田中さんですから田中さんに対する丁寧語ですねはい、えー、ということで違うということでした はい、ちょっと説明が長くなってしまいましたが解説は以上です。